ふうし、再開していくぜ。さーて、前回リリーちゃんとのデートを楽しんでいるところですが、まあ、せっかくだからいろいろ案内しましょうっていうところですね。どうしたリリー、今ね、ニコに街を案内してもらってたの。初めてトラムに乗ったのよ、素敵だったわ。そうか、ありがとうなニコ。私バイトと大学が忙しくてなかなかリリーに構ってやれなくてな。本当助かるよ、そんな大したこと。ロゼッタさん、俺のこといっぱい褒めてくれるから好きです、大好きです。結婚しませんか。うちの酔っ払い格と変わらんな。日没までには帰ってくるんだぞ。んーで、あとホテルって言ってたな。ちょっと待って、冒険メモ。アイスは食べた、挨拶した。湖ってどこだ、カフェ、ホテル。カフェなんかあったかな。とりあえずホテルはここら辺にあったよね。ここだ、チャース。うん、ダメか。カフェなんてあったかな。まあロゼッタさんとこ行ったからもういいのいいのかな。これもしかしてカフェここか。カンコンカンコン。お、まあ可愛いお店ね。色ガラスの窓がおしゃれだわ。ここのパンケーキうまいんだぜ、食べていこうぜ。そうしましょう。いいね。2個半分こしましょう。なんかデートみたいだね。彼氏だと思われちゃってるかな。あら、デートって付き合う前もするものよ。え？大人はデートしてみてから付き合うかどうか決めるのよ。へえ。ロゼッタさんが言ってたの？そうだけど。あら、クロスの下に何か挟まってるわ。エリオットさん、お久しぶりです。元気でしょうか？私は無役最速で、ただこちらの残暑は厳しいですね。冬に帰国します。無事を祈ってください。アザレア。ここにあった手紙知らない？これかしら？ああ、それそれ。中見てないよね。なあなあ、アザレアって誰？彼女？妹だよ。お前妹いるんだ。何歳？可愛い？写真ないの？あっても見せないよ。いいじゃねえか。よくないの。じゃあね。まさかの妹。本当に妹かしら？妹がエリオットさんなんて書くかしら？じゃあ彼女なんじゃね？そんな、そうなのかしらね。昨日 L さん彼女ないって言ってたじゃない。あんなおっさんやめといて、同い年とかどう？お子様はお断りなのだ。ふむ。こうやっていろいろイベントが見えてくる。なるほど。あと行きたいって言ったの？カフェとホテルと。カフェは行ったけど、ホテルも行ったけど、なんもなかったけどね。ここなんだっけ？画廊か。特になんもない。探しきらんな、これ。湖に行ってみようか、とりあえず。上、雪言うてるし。ここ入れんの？ちなみに。あ、登れないんだね。ここでイベントらしいが、ほい。お、ニコ、ちょうどいいとこに来たな。何？なんだ、デートか、生意気だな。へへ、そう見える？違うのだわ。デート中悪いな、お嬢ちゃん。ちょっとニコ借りていくぞ。違うのだわ。どうした？まだかしら。お前もしかして魔女？魔女なの？そうよ。ふーん。ひどい！こら、何やってんだお前ら！ニコが来たぞ！逃げろ！リリーちゃん大丈夫？見せて。赤くなってるからうちで冷やそうぜ、すぐそこだから。かわいそう。どうして？リリーどうして石を投げられたのかしら？リリー悪いことしたかしら？初めて会う子だったのにどうして石を投げるほどリリーが嫌いなのかしら？悲しいわ。ぶつけられたおでこよりも胸が痛くて苦しいわ。リリー。どないしてく、お、こんなとこにだからあるな。聖女の亀を。装備品？防御効果が 150% に上がる。はーん。せっかくだからつけとく？あん、こっち初めて来た。母ちゃんに見つかる前に帰ってきたテスト燃やしてるんだ。ニコも持ってきたら一緒に燃やしてやるよ。ひでえことしやがる。おめえのじいさんも寂しくなるな。まあ俺も少しは寂しいけどな。ハゲってことか。ゲーハーってことか、それ。崖の上の機関車は戦争の時に大砲を受けて壊れたそうよ。大きな穴が開いてるの見たかしら。自分ちだしな。
こんな煙っぽいとこじゃなくて、どうせ働くなら街の綺麗なとこで働きたいもんだね。自販機みたいなのあるね。おった、アイテムある。魔女の手鏡。なぜこんなところに魔女の手鏡が落ちているのか。 30% の確率で魔法を跳ね返す。それ良さそうだな。良さそうだが、つける場所がねえ。しゃあなし、つけないという選択肢。終わりか。あの下にいるシスターの場所までどうにか行きたいけどね。どうやって行くんだろう。別のイベントで行くのかな。ん、右側で行けと。あ、自分ちか。ただいまーって誰もいないや。これでしばらく冷やしてなよ。ありがとう。ウヒック。どうして石を投げられたのかしら。リリー悪いことしたかしら。あいつらの親父ちょっと変わり者の歯車騎士でさ。魔法は歯車騎士の発展を阻害してるだなんだのよくわかんねえことばっかり言ってんだよ。魔法が嫌いってことじゃねえかな。よくわかんねえ。ひどいわ。俺もそう思うぜ。ニコも歯車騎士の子なんでしょ。魔法は嫌い。俺は別に。魔法って機械じゃできねえこといっぱいできるからすげえって思うぜ。歯車でと空飛ぶとか無理無理。これいつまで冷やせばいいのかしら。わかんねえ。もう。じゃあ冷やしながら俺が作った家見に行こうぜ。ここじゃないの？崖の上にあるんだ。行こうぜ。ふん。徐々に打ち解けてきたんちゃうかこれ。冒険メモ変わった？変わってないか。さーて。まあ、機関車じゃない。もしかしてこれをお家にしたの？すげえだろ。すごいのだわ。よくこんなことができるわね。ニコは天才だわ。いや、そんなに褒められるとへへ。中も見せてくれるかしら？もちろん。どうぞ、ご覧ください。すごいわね。中も自分で作ったのよね。まあな。何をしてるの？カメラを直そうと思ったんだけど、部品が足りねえみたいでさ。秘密基地の方に行けばあるかも。ゴミ山の方か。こういうソファーとか。彼女用。リリーが彼女になってくれるかもしれんぞ。いいか。素直にこれ、行けばいいのかな。お風呂場とか見せたらなんか喜んだりする？特にか。まあ、左側も後々行くことになるでしょう。ジャスー。ことはいける？勝手に入るなよ、すまん。湖の方に行きたいけどね。おん、どうした？ちょっとここゴミ捨て場じゃない。そうだけど。秘密基地ってここ？この奥のテントはそうだけど。もうこれだから男の子は。こんなところで遊んでパパやママは何も言わないの？あ、俺ね、親どっちもいねえんだ。俺捨て子だったの。そこのソファーにさ、捨てられてたんだって。ひどい話や。なんだおめえ、うちのクソガキに会ったのか。ああ、いい子だな。あいつをゴミ捨て場で拾ってもう12年だ。面倒なものを拾っちまったなって思ったよ。親が取り戻しに来ないかって毎日毎日ニコとゴミ捨て場に行ったんだ。とにかくガキなんざ育てるの嫌だったからな。さっさと返しちまいたかった。ある日ニコは自分からゴミ捨て場に行くようになったよ。なんてことはねえ。公園感覚でな、遊びに行っていたと思ってやがったんだ。俺がどんな気持ちか知りもしないで。あのニコ、さっきはごめんなさい。ここはニコにとって特別な場所なのね。それをリリーはけなすようなことを言ったわ。なんだそんなことか。気にしてねえよ。だってここゴミ捨て場には変わらねえし。俺さ、ここに捨ててあるものを拾って持って帰ってピカピカに磨いて使うの好きなんだ。まあ貧乏なのもあるけど、俺もジジイに拾ってもらったからなんつうか親近感みたいな。ニコ、あなた時々大人っぽく見えるわ。リリーなんてさっき石に投げられたことをずっと胸にチクチク刺さっていたいの。大したことなんかないのに。それなら俺が元気が出るようにいいものを作ってやるよ。
俺が作れそうな範囲で欲しいものある？じゃあ、ラジオが欲しいわ。赤くて小さくて、ほうきに下げて音楽を聴きながら飛びたいの。オッケーできたら私に行くぜ。素敵な楽しみができたわ、ニコありがとう。いいね。まさかのこっち視点。すっかり夕方ね。そうだな、あんまり遅くなるとロゼッタさんが心配するんじゃね。お姉ちゃん今日はバイトだから遅くまで帰ってこないわ。だからもう少しだけ遊べるのよ。じゃあ飯食い行こうぜ。友達んちが食堂でめっちゃ安くしてくれるんだ。これってデートかな？どうしよう、もう付き合っちゃおうよ。バカ、そんなんじゃないわ。そんなな、大事なこと中途半端な気持ちで言うものではなくってよ。やっぱり今日は帰るわ。ひどい。待ってよ。ちょっとな、先走っちゃったな、ニコな。結局行かなかったってことかね。あら、さて探し物を始めるか。静かだな。あん？なんでここにいるんだ。懲りずにまた惚れ薬作ろうとしてんのか。まあそれもあるけど、エルさんよ、お前がっつきすぎて怖いぞ。リリーは早くお嫁さんになりたいから、結婚的定義の人を今のうちに認めておくのが一番効率いいのだわ。エルさんが帰ってくるまで暇だから、あなたのお手伝いをしてあげるわ。勝手にしろ。はーん、こっち。まだ石を投げられた言うてるけど。装備品つける。ゴーグル、反射、メダルがねえんだな。イベント、あら、誰かが階段上がってくる。おん、まあ、誰だ。まあまあ、今日も来たのね。いらっしゃい。どなた？どうしてこんなところに、おばあさんが。知ってるおばあさん？ねえ、帰りましょう。知らないか。リリー、なんだか怖いわ。し、黙ってろ。さあ、今日はアップルパイを焼いたのよ。早く中へ入りなさい。怖いな。どうしたらいいの？正体が気になる。ついていくぞ。本気なの？どうなる？普通にもてなされてる。めっちゃ隠れてる。ねえ、このパイ食べても大丈夫かしら？お前そんだけ怯えてるくせに食うつもりか？妹さんは恥ずかしがり屋さんのね。エリオット、さあ遠慮しないでお食べなさい。エリオット？誰のことかしら？このおばさんわけわかなくなってしまってるのだよ。はーん、エリオットってあの、エルさんじゃん？そんな状態のばあさんがこんなところまで来れるかよ。じゃあずっとここに住んでるっていうの？その方が無理な話ってものだわ。妹さんのお名前なんだったかしら？歳を取ると嫌ね。お花の名前。どうしてそれよ。カトレア？アザレア。本当に妹だったのか、アザレア。リリーなのだわ。あら、そうだったのかしら。そうね、お花の名前だったからリリーちゃんよね。あんたずっとここに住んでるのか。まあ、エリオット、私のことは先生と呼びなさいと教えたでしょ。先生はずっとここに住んでるのか。一度は私もここを離れたわ。王宮魔術師に選ばれたのよ。ふふ、すごいでしょ。歳を取って仕事を辞めてここに帰ってきたのよ。体の歯車はその、どうしたの？体？何のことかしら。なぜこんな水没した図書館に？水没？図書館？二人ともこんなおばあちゃんをからかうもんじゃないわ。何かが狂ってるぞ。何かが狂ってるぞ。大丈夫か？ラベンダーがたくさん植えてあったハーブ畑はおばあさんのものかしら？そうよ、素敵だったでしょ？ボートに乗って眺めるのが最高なのよ。そうね、とってもいい香りがして素敵だったわ。麻酔症が栽培されてたように見えたが、あれはあんたが育ったのか？ぼんやりしていたわ。そうよ、長い長い時間をかけてゆっくり私が育てたの。園芸用のロボットらしいものもあったが、あれもあんたが。あれは私が作ったのよ。歳を取ると楽しいはずの土いじりも大変なの。そんなことできるはずが。何のお話をしていたかしら？歳を取る。ロボなのか、この人。ロボット、それは何？狂ってる。狂ってるぞ、これ。大丈夫か？あら、エリオット、あなたまだ風の精霊と契約していないの？そうなの？悪いか。そうね、その年で未契約はちょっとだけかっこ悪いわね。あ、あらあら。喧嘩はダメよ。さあ、お兄さんのところへ行ってらっしゃい。ふん。
ねえ、怒ったのよね。ごめんなさい、バカにしたつもりじゃなかったのよ。契約してくれないんだ、どうしても。ほうき何本も作って持って行ったんだ。でもどれもこれも精霊に拒否される。ずっとほうきに祝福してもらえない。だから僕はずっと飛べないままなんだ。もしかしてあなた一人でほうきを作った？そうだけど、ほうきの作り方は誰に習ったの？誰にも独学だよ。それよ、ほうきはね、先輩魔女と一緒に作るものなの。お姉様たちのほうきのを少しずつ分けてもらって自分の新しい棒に混ぜるの。絵にする木も大切だわ。削り出しを手伝ってもらって思いを込めてもらうのよ。もしかしてあなた他の魔女たちから嫌われてるの？いつもお腹が痛そうな顔をしているからいけないのだわ。リリーを背中にかばってくれたり、ちょっとはいいところもあるのにもったいないの。リリーがほうき作りを手伝ってあげるわ。エルさんだってきっと手伝ってくれる。初めての共同作業だわ、グヘヘ。だからその顔やめろって。二個フラグではなく別のフラグが立ちつつあるが。あれ、いなくなってるだ。おばあさん、どこへ行ったんだ？気が抜けたら急に眠くなったのだ。ちょっとだけ眠くなるから起こしてちょうだい。睡眠薬でももらえたか？一時間ぐらい経ったら起こしてほしいのだわ。わかったよ。お前、デコどうした？ああ、これ。その石を投げられたの。ニコが言うには義士の家の子ですって。魔女が家、魔法が嫌いなんですって。そんな理由で。まあ。だから歯車に卒倒する奴は嫌いなんだ。そんな言い方、石を投げた子と変わらないわ。それにニコが追っ払ってくれたのよ。ニコだって歯車側の人間だわ。だけど僕は嫌いなんだ。おや。さあ、で仕方ないから仕事しようかな。魔術回路の本、魔術回路の本と。魔術回路の本。あなたの装備どんなんだったっけ？こんなんか。じゃあ、綺麗なブローチでも装備しとこうか。やばそう。やばそうな人がいます。人ではないな。セーブ画面を開きます。あ、セーブしろと。はい。二人とも寝ちゃってるやないかい。ちょっと警戒心なさすぎでしょう。え、見捨てるっていう選択肢あるけど？セーブしたし、一回見捨ててみようか。君たちじゃ僕の役に立てないね。悪く思わないでね。じゃあそういうことで。あ、エル来てたんだ。うん、まあね。本見つかった？まあ、どうにかそれっぽいものはね。な、リリーいなかったか、ここに来てると思うんだが。さあ、俺は知らないよ。そうか。じゃあ、俺帰って寝るね。おやすみ。え、バッドエンドだな、これ、完全にな。うわー。リリーをかわうように二人が倒れている。なんで、どうして？引きずった後。リリーちゃんを引きずって逃げようとしたのか。バッドエンド。ふえー。意外とひどいやつだな、エル。おい、おめえよ。助けるよ、助ける。あれ、あの本もしかして。はぁ、外れか。君らさっき死にそうだったよ、気をつけたら。じゃあ俺行くけど、鬱陶しいからついてこないでね。意外と淡白だな、エル。感じ悪いな、あいつ。あなたよく人のことが言えるわね。なんだって？エルさんも本を探してるみたいね。何の本を探してるのかしら。聞いてみましょう。あいつついてくるなって言ってたぞ。リリーは何も聞こえなかったわ。お前そういうとこ本当にたくましいよな。はぁ。エルさんのことちょっと嫌いになりそうですけど。下に行けばいいのかい？モンスターいる。何かいるのだわ。強いんだわ、普通に。通常攻撃どんなもんダメージ与えられますかって。このムーンライト。クリティカルアップはさ、この子に攻撃してもいい気がするね。それ。いや、火力きつー、これ。どうだ、スカートが汚れちゃったわ。スカートが汚れちゃったわ。
レベル上がりそう。お、宝。シルバーチャーム。うわぁ、またぶっ壊れ装備来たな、これ。ぶっ壊れ装備が来ましたが。攻撃力上げるならリラーの方からなぁ。んだなぁ。こうだなぁ。さて、展開。買い物。特に新しいものは売ってないか。左らしいが上行ってみようか。あ、なんもねえや、これ。攻撃力が上がったことによってどう？強くなったー。いい、どうだった？完璧になったかしら？フェアリーリング。新しいフェアリーリング。味方単体 50% 回復。チェーン。何を覚えた今？敵全体の攻撃力を下げるか。なるほど。避けたつもりだったんだが、これ火力アップ装備させたら普通に強い気がすんな。避けられへんやつ。強い。相手が悪かったな。強いです。イベント、これは歯車で動く箱よね。確かエレベーターっていう。エルさん、これに乗っていったのかしら。僕は乗らないぞ、絶対乗らないからな。便利なものは受け入れればいいのだわ。お前はミーハーなだけだろ。はあ、戻れと。今度上？イベント。すごいわね。なるほど、ほうきに乗れない奴は読むなってことか。まったくひねくれ者ね。仕方ないからリリーが乗せてあげるんだわ。ところであなたの目的でほうきで飛ぶための本を探してたのかしら。他にもある。なに？ほうきに乗せてあげるんだから教えてくれなきゃ嫌なんだわ。分かって。失われた魔法が載っている本が欲しい。どうして？後で話してやるよ。それでいいだろ。ふん。飛ぶのかい。ほうきに乗る。わ、空中戦。どんな敵か戦ってみようか。気をつけましょう。鳥の見た目だったけど。相手が悪かったな。強い。さて、止まってくれ。違うな、この中から探すの無理じゃないかしら。せやな。下イベント、お、あるある。この本はどうして消失魔法について知りたいの？ちょっと静かにしてくれ。違ったんか。広いなこれ。いいこと、消失魔法を探してる理由を教えてくれないなら被害してしまうわよ。分かったよ。魔法を使える人間がどんどん減って消えていった魔法がたくさんあるだろ。魔法が使えない人間が増えた分だけ代わりの力、つまり歯車技術が求められて、それでどんどん幅を利かせている。そのせいで魔術回路を持った人間まで魔法を捨てて、歯車に飛びつく始末だ。魔法が消えていくのが悲しいから復活させたいってことかしら。そうだよ。リリーは魔法も歯車も好きよ。それじゃダメなの？どちらか一つを選ばなきゃいけないものなの？ごめんな、リラ、どちらかなんて選べないんだよ。おん？父さんはね、お母さんも彼女もどちらも愛してしまったんだ。ダメに決まってるだろ。はーん、そういう家庭環境があるのか、リラ。悪い、忘れてくれ。止まってくれ。さっきは悪かったな。下に着いたら話すよ。そういうんじゃない。ただその、俺、僕が愚痴りたくなっただけだ。この本、これも外れか。一通り見て回ったわね。なかなか見つからないものね。仕方ない、一旦下まで降りるか。うん。さーて、買い物。お、新しいの売ってる。徐々に能力値は上がっていくが。メダルが欲しいな、メダルが。宝箱からメダルの1個や2個出てくれへんかね、これ。どうだ、ミスんなよ、そこ。いいとこでミスんなよ、それ。この水でもかぶって反省するんだな。
いろんなアイテムめちゃくちゃ手に入るけど。高だ。面倒だな。強そうな敵だわ。マジカライズ。ウィークネスでそれしかダメじゃない。今このターンで落とせる。いい運動だったわ。嬉しいのだわ。美味しい。オーロラ。ロウアー・ボンテージ。ケアール・アンチ。オーロラってなんだい？敵単体威力300か。魔法を覚える種類が多すぎる。炎のリング。炎属性の火ダメを 30% 軽減させる。ふむ？つけとく？炎が弱点の人、誰かいたよね。誰だったかな。ああ、お姉さんか。ロゼッタさんか。お、なるほど。下に飛んでくる。ちょっと待って。上に戻りたい。右側まだ見てねえんだ。宝あるでしょ、これ。宝あるじゃろうよ、右側にも。そう思っているんだ。面倒だな。オーロラでワンパンできる。オーロラ。強い。ザーコって言った。かわいい。だからある。ヘロキャンか。大したもんじゃなかったな。一番左には宝がなかったのを確認済みでございますが、イベント。夫婦二人乗りって結構しんどいわね。少し休みたいわ。お茶にしましょう。こんな敵がバッコしてる中で、お姉ちゃん特製蜂蜜マドレーヌよ。お茶はアールグレイを持ってきたの。ああ、いただく。あら、エル。さっきの話だけど、僕の父親は歯車騎士の女と一緒になるために家を出て行ったんだ。パパ帰ってこないの？今のところはな。だから歯車が嫌いなのね。ダメか。その気持ちわからなくもないわ。けれど、それが理由で歯車全部を嫌いにならないでほしいとも思うわ。辛いわね。勝手すぎるパパなのだわ。そうだ、勝手すぎる。僕の母親は白夜出身の魔女なんだ。母親を駆け落ち同然に連れ出してあげくこのざまだ。僕はごたごたが落ち着くまで白夜に預けられている。かわいそうな仲間の魔女の息子、それ以上に同胞を勝手に連れ出してあげく不幸にした男の息子。そういった目で見られている。そんな僕が白夜の魔女たちに馴染めるわけないだろ。じゃあ箱庭の魔女と仲良くしましょう。何よりリリーが仲良くしてあげるって言ってるのだわ。その白夜に居づらいのはもうどうしようもないと思うわ。だから箱庭の魔女がリリーがあんたの箱、魔女仲間よ。お姉様に教わったことをあなたに教えるわ。いつまでも止めなくていいのかしら。飛ぶって素敵よ。星も月も風も全部自分のものになる。とっても自由でとっても素敵なのだわ。あなたも早く飛べるといいわね。さて、左側には何もなかったけど一応見に行こうか。それ。オーロラ。いや、ワンパンできなかった。どうだ。水でもかぶって反省するんだな。左は？なんもないね。なんもないね。どんどん下に行けばいいのかね、これ。ほい。ついた。何かしら。変なものはうかつに沢。お、動き始めたぞ。ソーラー見ろ。うん、階段が出た。なるほど。ところ、お、美味しそうな宝。コンペイト、右側は結構レアリティの高い。宝なんじゃうか、これ。こいつ経験値美味しい。いい装備品。不思議ルンルン。戦闘開始 MP。どっちかっつったらあなたに装備した方がいい。で、元気リンリンリン。これでよかろ。 MP が一気に回復。いいね。どうだ。毎ターンオーロラ撃てる。これで。早いのだわ。素敵になったかしら。ダイヤモンドダストアビス。
通常攻撃が一番強いんじゃねって感じしてるけど、ダイヤモンドダスト350の攻撃ね。冒険メモ。あ、エルさん待って、リリーたちが寝ている間にモンスターに狙われたらしい。全く二人とも眠りこけてしまうなんて。エルさんが助けてくれたみたいだけどどっか行っちゃった。追いかけるしかないのだわ、とのことでございますが、というところで今回はこの辺にしておきましょうか。また次回、次のパートでお会いしましょう。またね。